コニチ、25歳ルールが変更されれば村上は今オフにもメジャー移籍する可能性がある。ヤクルトの村上は2022年オフに3年契約を結んだ際、球団から25年オフのコスティングシステムによるメジャー移籍を容認されている。大リーグでは25歳未満の海外選手獲得に契約総額の上限が決められている。25歳ルールがある。25年2月2日に25歳となる早生まれの村上が大型契約を結び、ヤクルトにも多額の譲渡金が入るのは現状では25年オフだ。ただ現行の25歳ルールが変更されて年齢が引き下げられたり、ポスティングの申請時期や交渉期間の変更または延長によって早生まれがネックにならなくなる可能性もある。その場合は大型契約を結ぶことが可能となり、今オフの移籍が容認されている。昨年12月の契約更改でも村上は、早くアメリカに行きたい、メジャーに行きたい気持ちはより一層大きくなっていると話している。村上は今年が3年契約の2年目だろ。変更ってルール改定は5年はかかるんやが、そもそも改定の提案すら出てないのに何の話やねん。そもそもメジャーの選手会が決めたルールやろ。引き上がることはあっても引き下がることはないやろ。以前も23歳から25歳に変更なっとるのに、山本由伸の件で27歳くらいに引き上げられてもおかしくないわ。大卒アメリカ人投手ブチギレやろ、あの契約は。正直村上のメジャー挑戦のために周りが何か騒ぐことも動くこともないと思う。村上なんか欲しがるチームないやろ。筒香があれで吉田ですらあのざまなのに、 MLB 選手会が25歳ルール導入させたのに変わるかよ。バーカ上がる方で変わる可能性はあるぞ。でもルール変更されんでも佐々木朗希は行くんやな。日本の三冠王がメジャーでどこまでやれるのか見たいわな。ご視聴ありがとうございました。